その時神経があるからなんですよ。でこの神経の話ちょっとしますけど、神経っていうのは一番先端ですね、先っぽで痛みを感じ取って電気を発生させて脳まで送ってるんですよ。で脳まで電気届いた時にどこから電気が来たか分かるんで、どこが痛いと判断をしているということですね。でこの痛みなんですけどね、神経の話をちょっとすると、神経があって痛みを感じ取る神経の先端ってあるんですよ。熱いを感じ取る先端、冷たいを感じ取る先端、触れる、触ってるを感じ取る先端、大きく分けたら4種類あるんですよ。で今日皆さん体痛いんですから、痛みを感じ取る神経の先端がある場所から痛みを感じ取ってるんで、痛みを感じ取る神経の先端がどこにあるかということなんです、まずね。